今ちょっと緊急で動画撮ってます。埼玉の川口の、西口の駅前のところの東横インなんですけど、オープン、まあ、再オープンですかね、コロナの後再オープンしたみたいなんですけれども、なんと水が今出なくなっちゃってですね、今ちょうどちょっと頭の方もやってたんですけど、結構これがもう1時間ぐらい経ってるんですよね。これは本当にどうしようかなと思ってます。なんか実は先ほどチェックインの時も408号室ですかね、そっちの方言われたんですけど、2階も開かなかったり、不都合不手際ばっかりなんでですね、ぜひちょっと何らかの処置は取っていただきたいかなと思ってます。それでは早く水が出てください。こんな感じでですね、さっき、ちょっとシャワーをしててシャンプーしてたら、こういう感じで全く何も出なくなっちゃってですね、2度ぐらい放送があったんですけれど、これはどういう風にしたらいいのかなと思いますが、1時間以上こういう状況なので、皆さんトイレであったりシャワーしてる人、特に私なんか髪の毛がもう濡れっぱなしで非常に困っております。おそらくここは、今日からオープンだっていうことだったので、本当に今日は4月1日のエプリルフールなので、困りますね。とにかく早くちょっとこれを洗い流したいなっていうのちょっとその思いです。それでは早く連絡が来ることを待ってます。それでは行ってらっしゃい。